格闘キャストへようこそ、シンです。そこに平達郎選手がいます。よろしくお願いします。このイントロもうこれで絶対最後だよ。もうやんない。毎回やるんですけど、このバカげたイントロ本当に許してください。まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、平達郎選手は USC デビューを見事勝利を収めて、今沖縄に帰ったところなんですよね。はい、帰ったところです。そうですね。まあ、最初に聞きたいものは、 UFC ファイターになってから、あと UFC で勝利を取ってから、その周り の、 その反響は変わりましたか？でもやっぱり反響は大きくなりましたね。なんか契約した時も、なんか日本だとやっぱり雷神とかが有名で、あんま UFC ってなんか知ってる人しか知らないっていうかイメージだったので、僕はずっと出たかったんですけど、そこまで反響どんぐらいあるんだろうなと思ってたんですけど、すごい頑張って、日本代表して頑張ってとかいろいろ言ってもらえて嬉しかったです。そうですね。逆にそういうなんか、まあ、注目が増えてプレッシャーを感じることはあるんですか？まあ、日本の格闘技界では、まあ、UFC でデビュー戦、まあ、見事、まあ、圧倒的なパフォーマンスで勝利を取ったから、まあ、このままトップ10ランカーになってほしい、もしもそれか、まあ、初 UFC 日本人チャンピオンになってほしいっていう声を多分聞くと思うんですけれども、それを聞いて逆になんかすごいプレッシャーを感じることはあるんですか？いや、プレッシャーはそんな感じてないんですけど、まあ、でも、まあ、負けられないなっていうか、今回まあ僕が勝つって思われてたっていうか、デビュー戦ですけど、まあ、僕が勝つって思われてた声が大きかったんで、うわ、負けられねえなっていう気持ちありましたけどね。はい。なるほど。その試合が一度延期されて、それについていろいろ聞きたいと思うんですけれども、その前にすごい気になるものがあって、その初めて相手のキャンデラリオとフェイスオフした時、すごいなんかバチバチ の、 フェイスオフになって、対戦相手も結構近寄ってきたと思うんですけれども、その近寄った瞬間、タイラー選手は何を考えてたんですか？わー、なんすかね、まあキャンデラリオって、まあ、なんか結構、まあ、体重厳しいのか分かんないですけど、結構ギリギリで来られたんですよ、2週間前の時も。ああ、はい。若干元気ないかなって思ってきたら結構ガツガツ来たんで、でも目もなんかちょっとこけてて、骸骨みたいで、なんだこいつと思って、なんかちょっとムカつきましたね、でも。なるほど。でも2回フェイスオフしてますよね。そうですね、はい。1回目の方が、すごいなんていうんだ、テンションが高かったと思うんですよ。はい、高かったですね。そういう時って、まあ、普段そういうフェイスオフで相手を見つめることはあるんですか？まあ、基本フェイスオフの時は、まあ、目は見ますね。はい。ああ、そうなんですね。なんか考えてることはないんですか？別にそんなことでもない。何も考えないですけど、逆に今なんか相手何考えてんのかなみたいな感じで目見て。なるほど。なるほど、分かりました。まあ、試合がその延期されたニュースを、まあ、知らされたのは試合何時間前でしたか？あとは、まあ、どうやって知らされたのか、まあ、どこで、もうその全部聞きたいです。まあ、時間的に言うと、もう3時間切ってたんじゃないですかね。まあ、最悪3時間前ぐらいで、ホテルを向こうの会場入りするのが11時で、2時間後に試合って感じだったんですよ。で、まあ、ホテルでそのバスに乗って移動する直前っていうか、みんなで荷物とか最後の確認して、で、あと10分後に下を降りようっていう時ぐらいに、まあ、メッセージで、そのイリディアム代表のジェイソンさんから、まあ、相手が病気になった。それで試合ができなくなっちゃったっていうのを、僕がちょっと見て、おー、トイレしてたんですけど、うんこしてて、うわ、やべえと思って、もう2回ぐらいで拭いて、で、みんなのとこ行って、やばいっすって言って、もう、そっからですね、もう。じゃあ、平選手が一番最初に知ったんですね。
僕が一番最初に知って、もう試合がもうあったと思っちゃったんで、うわ、慌てて行って、そしたらもう、筒谷さんとかもすぐ電話してくれて、で、まあ2週間後に延期にしたいみたいよ、向こう側は、みたいな話を聞いて、まあ徐々にじゃあ2週間後に、また作ろうっていう気持ちに切り替えてきました。逆にその延期されてまた同じ対戦相手とやることになったんですけれども、違う、また例えば2ヶ月後に違う相手とやりたい、そっちの方がいいっていう考えはなかったですか？まあでも、まあすぐやりたかったですね、僕的には試合を。もうここまでこの日に合わせてきたんで、そうですね、もうできるんだったら、まあ、2ヶ月後とかよりもその時にやりたかったですね。なるほどなるほど。まあその試合が延期されることによって、その追い込み期間も延期も長くなるっていうことなので、はい、そのまあオーバーワークとかにも気をつけないといけないと思うんですけれども、そうやってなんかトレーニングをどうやって調節して、その2週間、最後の2週間をまた追い込んだんですか？まあ基本 UFCPI とホテルの行ったり来たりの生活を、まあ岡田さんと最初の2週間はやってたんですけど、まあ岡田さんが一旦帰るってなって、まあ、今度は松根さんとそういう PI とホテルの、まあ行ったり来たりの生活ってなって、ただちょっとそれに僕がまあ飽きてきたじゃないですけど、だんだんマンネリ化してきたんで、エクストリームの方とかに、エディコーチに連絡して、練習参加してもいいですかって言って、いつでも来いよって言ってくれたんで、ちょっとお邪魔したとか、そういう新しい刺激をもらいながら、2週間過ごしたって感じですね。体の疲れとかは溜まったりしなかったんですか？体の疲れは、まあ、そうですね。でも基本、大丈夫でしたね。結構動いても、まあ、向こうでマッサージとかいろいろしてもらえたりとかするんですけど、まあ、ちょっと精神的疲労の方が大きかったかもしれないです。なるほど。きついですよね。そうですね。なんかもう、暇だなーって感じで、練習してない時間が。はい。なるほど。これ、まあ、試合の追い込みも長くなるんですけども、あとはその1ヶ月に減量2回しないといけないっていう、まあ、その初めての経験になったと思うんですけれども、その2回目の減量は、まあ、その普段よりきつかったですか？いや、まあ、きつくなかったですね。まあ、すぐ、まあ、1回落としてた分、まあ、金曜日にリカバリーして、金土で結構増えちゃったんですけど、またスッと落ちてくれて、まあ落とすのは楽だったんですけど、そこをまたキープするのが体重を、は、うん、ないかなとか思いながら過ごしました。でもまあ水抜き、なんていうんですかね、まあ水抜き、まあ短期間に2回だからちょっと心配みたいな声もあって、まあ自分も初めてですし、まあ多分落とせるけど、まあ体の負担ってどうなんだろうと考えながらやったんですけど、でもまあ問題なく落とせたって感じでしたね。はい。その最後の水抜きとか、まあその試合前の、まあ2日3日前の減量は、その UFCPI が手伝ってくれるんですか？ PI がまあ手伝ってくれる、まあそうですね、まあ汗出しクリームとか、まあこれ使いなとか、そういうの提供してもらったりとか、まあ、銀紙で、余熱で、サウナ入った後に銀紙巻いて、余熱で汗出すとか、そういうのをいただいたりしましたね。これ使って、って言って、はい。まあ、その UFC の初めて、初めて試合することなんですけれども、そのバックステージとかは、そのシュートとどう違うんですか？バックステージは、まあ、シュートは、まあ、なんていうんですかね。まあ、だいたい後楽園とかになると、選手が3名ぐらいの一部屋。それで、まあ、ちょっと試合近くなった人に荷物はけてアップしたりとか、まあ、廊下に出てアップしたりとかして、まあ、入場のとこまで行くんですけど、まあ、UFC も、まあ、流れは同じなんですけど、マットスペース
もうなんか一つのジムにいるみたいな感じで、なんか金網っていうか、ケージが壁のマットスペースがあって、サンドバッグとかいろいろありますし、なんか UFCPI って APEX にもあるみたいで、トレーニング施設なんですよね、もうその待機場所が。はい。でも本当に自由に、もう何でも使っていいよって感じでアップしましたね。そしてあと、もう試合がもう何時って言われるんで、何分後って。だから、それがすごいやりやすかったですね。なんか、シュートとかだと、うわ、ちょっと今回の試合フィニッシュが早いから、出番早いかもって、急いでアップしないととかなるんですけど、前の試合が早くフィニッシュしても、お前の試合は何分だからって言われて、OKOK っつって、すごいそこはやりやすかったです。試合前は緊張してましたか？まあ、ほどほどに緊張してましたね。まあ、普段、普通に試合前は緊張するんですか？普段から一応、はい、します。じゃあ今回もまあ普通ぐらいの緊張感で試合に挑んだっていう感じなんですかね。そうですね、はい。まあでも入場曲がかかったタイミングでもうプチって切れて、なんか緊張っていうのはなくなるんですけど、まあ今回も同じでしたね、はい。なるほど。その試合のゲームプランとかは聞いても大丈夫ですか？はい。試合のゲームプランは、まあでもどこでも勝ってやろうって思ってて、まあでも確率的には1本取る方が大きいのかなっては思ってましたけど、まあ行けるときにフィニッシュに行こうっては思ってましたね。ただ3ラウンドの場合もあるなって言われて、まあ会長に送り出されたっていう感じです。対戦相手カンデラリオのなんかここが強いっていう、ここを気をつけないといけないっていうのはありましたか？でもちょっとギロチンの時は、3ラウンドの最後のギロチンの時は結構うまかったですね、絞り方が、うん、なんか僕もそこで思ったよりプレッシャーが強くなって下になっちゃったんで、あそこはちょっとキャンデラエリオ結構ギロチン持ってるなって思いました。あれ結構危なかったんですね。まあまあ自分の中では、まあまあでも危なかったっちゃ危なかったですね、下になってるんで、はい。まあでもそのギロチンにまあちょっと捕まる前に、まあ2ラウンドだと思うんですけども、ストレートで相手をダウンしたんですけど、あれってパンチを打って相手を倒した瞬間、その自分の考えは覚えてますか？まあ、倒れたと思って、最初のパウンドが当たって、でも、2回目以降は、もうなんか、こうガード、肘高く上げてガードされてから、全然当たらなくて、で、まあ、会長がバックキープでいいっていうのは聞こえて、まあ、バック取ろうって思ったの覚えてますね。チョークも結構近かったって、まあ僕は覚えてるんですけど、そこでフィニッシュ取れると思ってましたか？試合中何回も惜しく決まったって思ったんですけど。で、キャンデラリオもなんか苦しい声出してたんですよ。で、これもタップ来るぞって思ってたんですけど、やっぱり、まあ、会長、松江さんも日頃から、言うんですけど、もう本当に試合は落とすまで、が、サブミッションで、関節も折るまでがサブミッションだよっていうのは言われてるので、まあ、そういうことだなって思いました。タップ待ってちゃダメだなっていう、落とすまでっていう、はい。対戦相手のカンデラリアは、まあ、想像よりもタフだった感じですか？そうですね。まあ、想像よりタフで、やっぱ気持ちも、まあ当たり前ですけど、切れないですし、あと、本当に最後の最後での、本当に逃げとかがやっぱり、うまかったですね。テクニックがあるなって思いました。うん。そうですね。まあ、このインタビューの初めの時から、もう平選手が言ったと思うんですけども、まあ、当たり前のように平選手が勝つと思われてた。なんですけども、カンデラリア選手って、割と強いって、まあ、試合前から僕結構強いと思ってたんです。
一応、Dana White Contender Series で1回負けてるんですけれども、その負けの前に実は1回勝ってるんです。でそれで契約されなくて、はい、2回目、まあ、タッチかスプリットで判定で負けてるんだけど、それもなんか急なオファーで 2,3 週間前からオファーを受けて挑んで、まあ、デイナ・ワイツが勝ってもおかしくないっていうような判定だったから結局契約されたんで、もうキャンドラリー選手も普通に強い選手だと思ってたんです。でもその強いキャンドラリー選手を圧倒したのが平達郎選手だからすごいですよ本当に。でもまだまあコンテンダーシリーズにから上がってきた選手、まあ、僕は経験してないんで、まあ、自分のその力試しじゃないですけど、まあ、そういったテーマもあった今回の試合だったんで、僕の中では、うん、本当に、まあ、勝ててほっとした。まあ、これに、まあ、UFC で言ったらそのやっぱランカーとかと比べたら全然強くないと思いますし、まあ、そういった意味では本当に負けたらどうしようという気持ちもあったんで、まあ、勝てて本当にほっとしたっていうのが一番ですね。はい。なるほど。その試合後、確かマイコ・ビスピングがインタビューしに来て、その、その英語の I'm very happy, thank you だったよね。I'm very happy, thank you. あれはタイラー達郎選手が思いついたんですか？まあ、そうですね。はい。僕が思いついたんですけど、すごいなんかもう、あれでいじられちゃいますね。あれ、最高です。で思ったよりシーンってしちゃいました。でも僕すごい好きでした。最高でした。その記者会見でおすすめされたその In-N-Out Burger、 あれ食べました？どうでしたか？行ってないんですよね。行ってないんですか？はい本当は行きたかったんですけど、まあ、でも試合が終わってなんか翌日のもう朝もう5時とかにホテル出て飛行機乗る便だったんですよ。で、まあ夜しかチャンスがなくて、ただもう夜、もうシュラスコ行っちゃってみんなで。だけみたいな感じで。でも、なんかもう食べた後には、もうハンバーガーいいやってなっちゃったんで。そうですよね。次回ですね。心残りです。はい。まあ日本の、方は知ってるかどうかわからないんですけど、その UFC のファイトマニー の、 その支払いシステムは日本の MMA 団体とちょっと違って、はい、そのウィンボーナスっていうものがあるんですよね。でそれは勝ったら、はい、まあファイトマニーがダブルになるっていう、まあある意味ダブルになるっていう形なんですけれども、タイラー選手はその支払いファイトマニーの支払いシステムについてどう思ってるんですか？うわ、めちゃくちゃもう嬉しいですね。勝ったらまあ、2倍になっちゃうんで、まあ、モチベーションは、当たり前に絶対勝ちたいと思うんですけど、まあ、そこは本当に選手としてモチベーションになるなって、嬉しいなって、いつかでもまた、それ以外にも、KO して、なんかその、ボーナスとか、目指したいですね、はい。そうですね、他に、ファイト・オブ・ザ・ナイト、まあ、いい試合すれば、なんだろう、5万ドルだったっけ？5万ドルでしょ。いや、5万ドルのボーナスがあるから。もちろん、最初からそのファイトマニーがダブルじゃなくても勝つモチベーションは、まあ、選手みんなあると思うんですけど、やっぱりそのファイトマニーがダブルになるっていうのが、なんか明らかだったら、さらにモチベーションアップするんですね。モチベーションアップしますね。もう、イン・アウト・バーガーのシークレットメニューと一緒ですよ。今後について聞きたいんですけれども、またアメリカで、トレーニングする予定はあるんですか？アメリカで、まあ、トレーニングしたいっては思ってますね。また僕タイに行くんですよ。タイ？はい。おお。タイに行く予定がありまして、まあ、そこ一回行ってまた帰って次アメリカ行ったりとか、一回ちょっとアメリカ1ヶ月いて。またちょっと時差もありますし、ちょっと行きやすいタイの方に行こうかなと思って。はい、タイ、まあ、どこのジムに行くんですか？そして、どれくらい、その期間はどれくらいいるんですか？期間はまだそこまで、とりあえず行ってみて、
考えようって思ってて、タイガーマイターの方に行ってみようかなって思ってます。なるほど。タイガー楽しみですね。楽しみです、僕も。アメリカでどこのジムでトレーニングしてたんでしたっけ？エクストリームコートヨーです。あ、そうですね。エクストリームコートヨーでトレーニングをして、その日本のトレーニングスタイルとそのアメリカもそのエクストリームコートヨーのトレーニングスタイルの違いとかは、まあ、どういうところが違うと感じましたか？ですね、まあ、いっぱいあると思うんですけれども、何て言うんですかね、向こうは本当にまあもう専門格闘家、職業格闘家みたいな、格闘技一本っていう人が、まあ多くて、だから当たり前にまあ午前中も午後も練習してて、なんでまあ、一回の練習人数がまあ多かったですね。まあそこもありますし、あとやっぱりレスリングベースの人が多いなっていう風に感じて、だからそこが、みんな強かったので、すごい疲れましたね。まあそれは選手なんですけど、練習方法とかで言うと、まあ打撃のドリルとかがあったりとか、まあテクニックを学ぶ機会が日本にいる頃より、まあ多かったかなっていう印象ですね。はい。なるほど。ちょうどタイラー選手がその UFC デビューするそのちょっと前かな、結構その日本人選手が海外の選手にまあ負けたりすることがあって、やっぱり海外選手の方が強いっていうその考え方が結構広がってたんですけれども、それについてはどう思いますか？ではまあでも日本人選手のまあ各団体でまあ日本人選手がちょっとの戦績があんまり良くないなっていうのは、まあ僕も格闘技見る方なんで、まあ感じてて、まあただ、なんていうんですかね、まあ日本が遅れてるとかは思わないですし、まあ僕は向こうがまあこういうしてて、じゃあこれに勝つためには、まあどういう練習が必要かって、まあ考えて練習することが、まあ必要なのかなって言ってみて、対海外選手に対して、まあどういう戦い方が、なんかやったら自分が勝てるかなって考えて練習すれば、絶対、まあ、勝っていけるかなって思ってます。はい。すごい、いいこと言いますね。多分、いや、本当に、だって、普段、まあ、まあ、みんなそれぞれ自分の考え方があると思うんですけれども、その海外選手が強い理由は、その、こういうトレーニングをやってるからだとか、まあ、そういういろんな、なんか、なんて言えばいいんでしょう、こういうアドバンテージを持ってるから、その日本人ファイターは勝てないんだっていう、そういうなんか考え方を取り入れるのがまあ自然だと思うんですけれども、それではそうじゃなくて、そのどうやってこういう選手、この海外選手に勝てるんだっていう考え方を持った方がまあいいということですよね。はい、そう思います。うん、すごい勉強になります。タイラー選手と同階級の暫定タイトルマッチが、まあ、行われるんです。カイカラフランスとブランデン・モレーノ、その勝敗予想を聞きたいんですけれども、どう思ってますか？勝敗予想はまだブランドン・モレーノが勝つかなって僕は思ってます。やっぱりモレーノ強いですか？モレーノ、まあ、結構ジャブとかも長いですし、まあ、カイカラフランスをまだ、まあ強い選手で、まあトップランカーっていうのはわかるんですけど、そこまでどうなんだろう、まだどうなんだろうって気持ちが僕の中であるので、まあこれのが勝つかなって僕は思ってます。でも、いい試合になるんじゃないかなと思いますね。なるほど。最後の質問になるんですけども、平達郎選手は次、戦いたい相手はいますか？戦いたい相手は、まあもちろん、まあランカーとかチャンピオンとかも、まあゆくゆくはというか、まあ今すぐにでも戦いたいっていう気持ちあるんですけど、まあ結構そのフライ級で、
新しいっていうか、新規契約の、まあ、注目されてる選手とかがいるので、それこそなんか、モカエフ選手とか、僕と一緒の興行に出た、ハーディ選手とか、まあ、それに勝ったブラジル人の、すごい背高い選手とかもって、はい、うわ、やっぱ、アンカー以外にもいっぱいいるじゃんと思ったんで、まあ、そういう人たちを倒していきたいなっていう思いもありますね。いや、本当に次の UFC 試合楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。今日は忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。が YouTube チャンネルもやってますよね。はい、やってます。あ、YouTube でも更新するかな。でもはいそうなんですか。まあ、アメリカになんかトレーニングしに行ってた時はそのライブ配信とか僕よく見てました。すごい楽しみにして見てました。皆さん、そうですね、まあ、その YouTube のチャンネルの URL は下の方に貼ってますので、ぜひ登録してください。ありがとうございます。お願いします。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。